とかだと嫌です。でも全部嫌だ。スパイダーマンとかはいいけど、そういうの以外は嫌です。ディズニーは全然あり。嫌だ、嫌です。はい、エロ本あったら嫌か。隠してほしい。ある分はいいけど。いつ結婚ある弟のは姉物がありました。複雑な心境ですね。そうですね。ゴミが置いてあるのは絶対嫌です。いや、だらしないって思います。不潔感のあるも、例えば台所にすっごいカビてるとか聞いちゃいます。異臭がしたりすると、三角コーナーのめっちゃヌメヌメとか。世界観がすごい。実際に見たことあったりするんですか？あります、あります。その人には言うんですか？なんか臭くないって言って、原因を探したらそれだったっていう。忙しくて放置してたんで、もう玄関開けた瞬間から異臭がしてたんで。元カノのもの、私物。あの、うちにあったことがある。あります。ネックレスとピアスがありました。ちなみに見つけた時は見てわかるように上に置いてそのままにしておきました。飲みかけのペットボトルが4本ぐらいあるのは嫌です。いや、見たことはないですけど、あるんだよねって聞くとちょっとなえる。洗ってない食器。流しに洗いかけのものがあると不潔。やっぱりパスとかじゃないですか？そう。